ウィルバー・リンカーン・スコビルはアメリカ合衆国の薬剤師である。唐辛子の辛さの尺度であるスコビル地に名を残す。コネティカット州ブリッジポートで1865年1月22日に生まれた。1891年9月1日にマサチューセッツ州ウォラストンでコラビーやアパムと結婚した。コラとの間にはエイミー・オーガスタ、ルース・アパムの二人の娘がいる。 スコビルが執筆したザ・アート・オブ・コンウンディングは1895年に初版が出版された後8版以上が出版された。この本は1960年代まで薬理学の参考書として使用されていた。香辛料の辛さを和らげるために牛乳を使用することについて最初に言及したのはこの本である。またエクストラクツ s and p e r には何百もの処方が書かれている。 一時期、マサチューセッツ薬科健康科学大学の教授を務めていた。1912年、製薬会社パークデイビスで働いていた時に、スコビル味覚テストという人間のテスターを使用する唐辛子の辛さの測定法を考案した。これは現在では、スコビル値して標準化されている。ありがとうございます。